こんにちは。今日はフリーラジオになりますが、ICF-P2 ですね。ソニー ICF-P に、3バンドラジオです。ちょっと古いんで、接触不良などが出るかもしれないですね。まあ、FM を聞いてます。なんか何にでもあるというか、90メガヘルツ近辺ですね。話じゃないんです。発分払ってることなんですよ。何かって、緊急事態宣言で東京ちょっと厳しいですけど、まあ一応入ります。マック5仲間がいるから。仲間を毎日満喫したら本だったんです。でもいろんなパンがいるでしょ。しまいましたね。ザーザー行ってます。もう近づけるとザーザー行ってます。部分麻酔店です。あとってもこれが違います。私が見ます。だってば、ある種同世代というか同世代かね、どっちかというと最初からこう自分自身を主人公にした小説書くぞっていう。はいです。日本の大学にも行ってみたかった。まあまあ短波放送ですね。若干周数ずれてますが、JJY ですね。今日は7メガヘルツ。アンテナはですね、アンテナは地上高11メーターの水平のダイポールです。2分のラムダの全部。これは7メガAM ですね。珍しいですね。11メーター。LSB サイドワンドですね。CW ですね。
ソワケガンっていうのはね、そこに広げるのが分かりますか。本来に AMC メーションを換気してて、そのディーゼルシートです。前はね、もっぱらね、この水平ダイポール針金アンテナですけど、これが FB ですね。これが成績がいいです。でね、やってる方は珍しいと思うんですけど、ね、前も土曜日受信したらやっぱり AM で、まあ4ダッシュ1000円で楽しみの方がいました。それなりにこのラジオ 7MHz でゆっくり入りますね。最後に16番のプラービー、現在4番人気 6.7 倍で5ヶ月ぶり賞金制。ついてきていないなと言って6メガヘルツから10メガヘルツということで、4メガヘルツしかバンド幅がないもんですからね。ラジオ日経と7メガヘルツ、あと10メガヘルツの JJ は、あとはその他ね、海外の放送はよく入りますね。大変長ですね、大きい。ラジオ設備の劣化が進んでいるような音してます。タイマーでオンして、タイマーオフが効くということですね。ドーンも、低音が強調されますね。ちょっと低音が強調されるっていう感じですね。外国でスピーカーがついてるのと、ありまして、今はパワーですね。省エネモードをオンにするとかなり省エネになるらしいです。超フリーラジオなんでね、全ての性能を発揮してるかどうかは分かりませんよね。昔懐かしのラジオでした。